皆さんこんにちは、星の子です。今日はじゃん、目印の購入品を紹介したいと思います。今日はちょっと商品を使用しているシーンとかもご紹介していきたいと思います。それでは早速スタート。じゃあまず食品から紹介します。こちらチキンとゴロゴロ野菜のスープカレー1袋1人前です。化学調味料とか合成着色料、香料不使用、まあ、無印の商品はね全てそうなんだけど、安心して食べれるかなと思って、アレルギー物質とかもちゃんと卵と鶏肉って書いてあったりとか、安心して食べれるかなと思って。でこちらは2回目のリピートです。1回目テレビで紹介されてて気になってね買って食べたらめちゃくちゃ美味しかったので、夏ってカレー食べたくなりません？パパッと食べたい時お昼ご飯とかに食べれるように買いました。じゃあ本当に美味しいし、ゴロゴロっとした野菜とかチキンがねしっかりと入ってるので食べ応えがある、レトルトっぽくないっていうことでこちらを購入しました。あとはじゃん、こちら和えるだけのパスタソースペペロンチーノっていうものです。こちらは2人前入ってます。ニンニクの風味と唐辛子の辛みが効いたソース、茹でたパスタにこう和えるだけのものなので、まあ、ベーコンとかキャベツとかあったら炒めてね、このパスタソースを入れれば簡単に味付けができるので、時間ない時とかめんどくさい時はとことん頼ろうと思います。はい、これも2回目の購入品で、味になんかコクがあって美味しいの、オリーブオイルの香りとかニンニクの香りが、まあこれももちろん化学調味料と合成着色料とかが不使用です。あとはじゃん、これはねルーティンに2回ほど登場していたルイボスジンジャーチャイ、めっちゃ美味しいんです。ノンカフェインで気にせず夜とかでも飲めるし、甘みがあるので糖分とか控えてる人はちょっと夜とかは控えた方がいいんだけど、私は昼間ね日中休憩時間とかによく飲んでます。生姜の風味を生かしたチャイとルイボスを組み合わせたミルク感のあるコクとさっぱりとした後味が特徴ですって書いてあるんですけど、その通り、ミルクとか甘みのある飲み物が好きな人と生姜が好きな人はもうこれねめちゃくちゃおすすめ。1杯あたり80カロリー、砂糖が入ってるのでやっぱりちょっとエネルギーは高めですね。これよくね何飲んでるんですかってルーティンとかで出てた時にすごい聞かれてたので、こちらです。これを飲んでます、超美味しいの。次は食品じゃないんですけど、ずっと欲しかったやつ買いました。耐熱ガラスポットです。ずっと欲しかったんですよ。なんか一人分の紅茶とかを作るときはコップでね作れると思うんだけど、何人か分を作るときに一気にここで作ってコップにそれぞれこう注いでできるので、こちらをね求めてたので買ってきました。さっきのルイボスジンジャーチャイとかを作る時も一人分だったらコップにこの粉末を入れてお茶で溶いてって飲めばいいんだけど、何人か分を作る時に粉末のものとかはここにジャーってお湯とかで溶いて、何人か分をここで作れるし、ちゃんと注ぎ口っていうのなんていうのこういうキュッてなってるのでここでねこぼさないようにも入れれるし、形もなんか丸みがあって可愛いんですよ。でこれはポットの台で1リットル入るので1790円、電子レンジも対応可能で、もちろん熱湯を入れても大丈夫なやつです。紅茶とかティーパックのものを作るときはここにねティーパックを入れて作る。2杯半かな、お湯を入れて溶いて、次は水。このコップはね楽天で買ったので在庫があれば楽天ルームに載せておきます。ここがね木材になっててストロー入れれるんですよ、かわいい。ストローをちょっと長いので切って、できたー。こんな感じにしていつもね飲んでます。うん、おしゃれなグラスに入れて飲むと気分も上がる、いい休憩時間になりますね。続いてはじゃん、こちら冷水ボトルです。冷水専用のものなのでお湯を入れたりはできないんですが、普段麦茶をね作ってるのでここに麦茶を入れて1本ですぐ飲み切っちゃうので、まとめて2本とか作るので2本購入しました。今まで使ってたやつがもうなんか長年結構使ってきてるし、私の主人がそのポットあんまり気に入ってなくて、こうやってねジャーってやるとこうタラタラと垂れちゃうんですよ。それがね主人すごく嫌みたいで、私もまあちょっとなんかストレスだなと思ってたんだけど、見た目10
印で使ってたので、ストレスフリーなポット買おうと思ってこちらを買いました。ここにこう持ち手があるので、こう持って冷蔵庫に出し入れしたりとかもできるし、あとここが持ちやすい、女性の手でもこの幅がちょうどいい細さ太さなので、すごい持ちやすい、滑りにくいし。でこちらは1リットル入るもので690円。ちょっと今のやつはほかしてじゃない、処分してほかしてって、ね、じゅんたんが奈良の人で、あとじゅんたんのお母さんとかもほかしてって言うんですよ。映っちゃった。ここにスリムサイズになりましたって書いてあります。なんか形が変わったのかな、前の形から。確かにすごいスリム。もうシール剥がす作業が本当に嫌い。でもなんかねちょーって剥がれなかった時が一番最悪。これうまく剥がせるコツを知りたい。無印のやつは割と剥がしやすいからすごいいいけど、我が家では粉末のね麦茶を使ってます。シール貼ります。シャルトンシールハリハリやってます。重い。よいしょ。オッケー。なんかまず色の濃さが違う。ギュギュ。さあちゃんとこぼれないのか。あ、こぼれないね。大丈夫そう。うん、こぼれないね。今まではこのボトルを使ってたんだけど、今日でおさらばです。さようなら、今までありがとう。今日からはこちら。あとはちょっとレンゲをこの前割ってしまってなくなっちゃったので買いました。うちにあったのが黒なんだけど、最近ちょっと白のなんかキッチンツールにハマっていて、レンゲもこの際にちょっと白に買い替えました。とりあえず私と主人用2つだけ買いました。はい、続いてが最後です。じゃん、こちら仕切り板です。大きいサイズ大のもので4枚入り。こういう感じで衣類とかを仕切れるものなんですけど、おちびちゃんの洋服のタンスを見直そうと思ってこちらを買いました。結構大きいサイズ、高さがもうちょっと短いものとか長さが短いものも売ってました。はい、こんな感じで綺麗にね収納することができました。まあ、洋服の大きさとか幅とかによってこの位置とかを変えたりもできるので、私はちょっと手前は全部トップス T シャツなので、ちょっと幅を狭めにして、こっち側をちょっと広めにして、ワンピース類とかボトムス、夏用の半ズボンとか薄めのねワイドパンツとかをちっちゃく畳んで、こんな感じに収納しました。今まではね100均で買ったケースに適当にちょっと詰めて並べてたんですけど、やっぱりこれだと幅とかも取るし、こういうねなんか無駄なこういう幅とかがあるので無駄が多い収納になっちゃうので、ケースとかで仕切るよりこういうので仕切った方がやっぱりぴったり収納できますね、無駄がなく。こんな感じです。今回文房具も購入しました。こういう感じのゲルインキボールペンってやつ、カチカチってやるタイプのノック式のボールペン、本体にこのインクを詰め替える用、こちらを2つねセットで買いました。こういう感じ、あ、取れた。で、これをはめるだけ、こんな感じ。あ、できたできた。最近あの自己管理ノートっていうのをね書いてて、なんか書きやすいボールペンが家になくて、こちらが人気らしいので買ってみました。あー、どうしよう、ベタベタになっちゃったパターンだ。これ最初が肝心、剥がすとこのこの最初が肝心よね。無理、ベタベタ、え、ベタベタになっちゃった。うーどーん、こうやってこうやってやればなんとかベタベタが取れました。このゲルインキボールペンすごいね書きやすいんですよ、うん、スイスイ書きやすい、とっても、うん、いいね。これは 0.5 のボールペンを買いました。はい、ということで無印の購入品は以上になります。ちょっとでも参考になったよって思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。